どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、令和時代突入しました。令和でございます。平成から令和に移った途端にリリースされた曲があります。その曲のタイトル、令和ゴールデンボンバーの令和です。この曲をこの小さいウクレレを使ってバッチリやりましょう。はい。いつものように2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンでノリノリでキレキレでやってみましょう。2バージョン最後までご覧になってください。今、歌いたい曲でしょ。これは。令和です。はい。大きい声で歌いましょう。はい。大好きな曲、今歌いたい曲、まさにこういう曲をですね、カラオケで歌ったり CD 聴くのもいいですけど、やっぱりこう、外に持ち出して、この楽器で一緒に弾く、弾き語り。これはね、ウクレレでやったらもう絶対受けますからね。楽器苦手な方も、楽器得意な方も、ピアノとかギターとかね、バイオリンとかやられてる方も、ウクレレだって弾き語りでも最高ですから、もうぜひやってみてください。ほんと楽しいです。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん弾けるようになって、楽しくなりますから。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私、今できちゃってんじゃないってすぐになります。始めたらその日のうちに5、6曲はいけると。思いますよ。あなたでも音楽苦手だなと思ってたあなたにもウクレレは弾けるようになりますから、ぜひ始めてください。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽のウクレレ超絶簡単レッスン動画がすでに700曲ぐらいもうすでにアップロードされております。最新 J-POP から夏メロから、洋楽、ハワイアン、演歌、アニメソング、映画の曲も何でもありますから、先ほどのリンクの下の方に行くと、ジャンルボックスで、探したり、検索もできるようになってますんで、ぜひ、皆さんのお気に入りの一曲を見つけてウクレレで弾きましょう。はい。では今回は、令和、ゴールデンボンバー。まず最初はシンプル簡単バージョンの方からやってみます。Are you ready? One, two, three, four. なぜなんだろう。平成最後、平成最後、平成平成最後、聞いてるとなぜか不安になる。それはこの時を生き抜いた自信がないから。次は変えよう、僕を変えよう、飛び越えれ歴史の渦。シンプル簡単バージョンやってみました。まあちょっとショートカットバージョンですけど、いかが
かがだったでしょうか。サビ、レイはこれね、盛り上がっちゃいますね、本当にね。まあ、なんか、愉快ですよね。やっぱゴールデンボンバーさん、素晴らしいと思いました。はい。で、動画のテロップ内とコードを見ながら、こうね、歌詞を見ながら歌ってもらうのもいいんですけど、その後は、ノートに書いて、それを見ながら自分だけで歌ってみてください。その時の参考になるように、私のノートを見ていただきましょうということになってますが、はい、ここ、Are you ready? チュッチュルチュッチュル、いきなりこんな風に始まる。これイントロにしました。はい。これワンブロック2個ずつなんで動きは結構早いです。で、この辺が A メロ、B メロですね。ここら辺までちょっと一時停止でメモってください。はい。まあ、テロップと見合わせてもらった方が、まあいいかなとは思うんですけどね。で、ここちょっとここ囲ってますね。これかっこいいバージョンでやるコードは、下の段にこうに丸く囲ってますから、その辺ご注目ください。あとこの辺もね、書いてある。この、タッタータッターとか、タッタータッターとか、これ後でやる。ダー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 、タタタタタ、だんだん盛り上がってくるっていう。これ読んで字のごとくなんですけど、後のかっこいいバージョンでちゃんと説明します。で、ここがサビですね。はい。サビでございます。ここら辺もシンプルなんですけど。まあ、さっきも言ったんですけど、ワンブロックにコードが2個ずつ入ってくるので、思ったよりこそどんどんスピードが、いくんで、コードを置いてかれないように気をつけておいてください。で、またこれ2番の B メロっていうか、まあ2番、またブリッジパートっていうか、うん。ですね。そして今のバージョンでは、最初からこうずーっとやってきて、ここやったら、またサビをやって、今度イントロやって終わったというふうにアレンジしましたということでございます。はい。じゃあ出てくるコード、さ、見ていただきましょう。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7 の7個のコードでやってみました。この7個のコードはですね、もう皆さん、もうこれを、この私の動画を見てる方はもう、わかってるよって感じだと思うんですけど、はい、これです。ガズレレ、必須コード、必須、必須、必須コードでございます。はい。この8個のコードのことを言ってるんですけど、8個ね、コード8個。8個のコードのグループをこのガズリヒスコードと言っておるんですけども、このウクレレで音楽を始めようと思ったあなた。ウクレレにとってものすごく都合がいい8個のコードがあるんです。これがまたですね、簡単なんですよ。簡単。だけど8個あるからちょっとね、頭の整理しながら覚えないとちょっとね、やっぱなかなか8個のコードを覚えるっていうのは難しいとは思うんですけど、つっても中には1本指のコードがあるんで、ほんと簡単です。で、ちょっとしたコツで8個すぐ覚えられる。その覚え方を解説している動画、私が解説してめっちゃわかりやすいの。ここに貼ってきます。ガズレレ必須コード8個はここで覚えてください。この8個のうちの7個がこの曲で登場してますんで、その、このリンク先を覚えてくれたらもうこれはバッチリということでございます。やった。はい。じゃあ、どんどん解説していきましょう。まずね、やっぱリズムですね。ここに書いてある。迷ったんですけど、これディスコみたいな、これね、エレクトリックドラムミュージックみたいな、EDM みたいな感じなんですけど、やっぱりウクレレでやるときはね、8ビートの茶がいいと思いますね。8ビートでいきましょう。はい。ゆったりっていうか、うん。それやってみましょう。で、16ビートでできる方、16ビートでももちろんかっこいいと思いますけどね。いや、こんな風に、ガズレレかっこいいバージョンで8ビートでやろうと思います。そしてですね、まあ、ここ見てください。まあ、最初からちょっと解説しようか。ここはね、チュッチュルチュッ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 、ここは、as time goes by のところに、じゃん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 って一個ずつ変えてみようと思って。これはテロップ見たらすぐできると思う。一個ずつコードが変わりますから、ちょっと早いですけどね。で、まあ、ここ A メロずっと進んできて、ここが結構ポイントです。B メロ。はい。それは、この時を生き抜いた、ここ、たったー、たったーって書いてあるじゃないですか。ここでちょっとリズム変えます。これはですね、まあ、8ビートのリズムの中のうちなんですけど、B メロ、カッティング、たったーって書いてあります。はい。これをやりましょう。これはね、見てくださいね。それは、この時を生き抜いた、自信がないから、タッチ、タッチ、あ、こんな感じ。タッチ、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 これカッティング。F 押さえたら、触るだけ、カチャッと言わせる。こういうのをカッティングって言うんです。これ、口で言うとわかるけど、ダッツ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 ッ、この2回だけ、タッタッ、タッタッっていうリズムでやりたいんです。見ててくださいね。タッツッタッツッツッ、2回目の多分アップですよ。だ、最初はダウンでしょ？ダッツッダッツッツッツッ、はい。これを B メロでやろうと思います。はい。これはね、カッティングというやり方。じゃあ、整理しましょう。全体的には8ビートのチャ。はい。で、B メロはカッティングが入ります。この2つのリズムの弾き方の解説を、ここでちょっと見ていただきたい。このリンク先はですね、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがあります。その中から8ビートのチャとカッティングっていうところを見て、マスターしましょう。楽しく覚えましょうね。リズムがね、またできるようになるとまた楽しくなるんですけど、8ビートのチャをいきなり見る前に、まず8ビートを見てください。このカッティングもね、これ8ビートの応用編なんで、まずは8ビート完全マスターしてから、8ビートのチャとカッティングに行ってくださいということですね。そしてですね、そのタッターの後のところ、ここ、サビに行く前なんですけど、
たー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 たたたたたたた、まあ、だんだん盛り上がる感じ。これもテロップに書いておきますけど、ちょっとここの2行目から言ってみようかな。ワン、ツー、スリー。次は変えよう、僕も変えよう、飛び込め歴史の宇宙へ、まあ、こんな感じでだんだん盛り上がる感じが表現できるといいと思います。はい、じゃあこんなことを踏まえながら、まさに令和の直前、令和記念やりましょう。ゴールデンボンバーの令和ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。 Are you ready? 令和ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。元気になる。いいですね。これはね、結構、燃えますね。ぜひ皆さんもやってみてください。これはね、今ね、面白いと思います。やっぱウクレレでこういうのやるっていうのはね、もともとがエレクトリック、ね、要は、テクノみたいな音楽ですからね、このギャップがまたいいと思いますし、令和ですから、やっぱり。今歌いたい曲です。皆さん歌ってください。で、ウクレレやってね、で、楽しいなっていう方は、どんどん周りの方に教えてあげてくださいね。こういうのはシェアした方がいいですから。よろしくお願いします。はい、じゃあご案内、ガズレレホームページ、ドーンご覧になってください。ホームページを見てくださったら、いろんなことを山盛りで乗っかってますということです。イベント情報も盛りだくさんです。はい、ご覧になってください。はい、那覇行きますよ。那覇。那覇行って、長野行って、奈良行きます。ちなみにこの奈良ですけど、実はですね、純駆動書店さん、トークショーサイン会無料イベントが、ちょっと前ですけど、前日に決まっております。その辺のこと、またちょっと、もうちょっとしたらちゃんと公開いたします。はあ、いいですね。リアルに会いに来てください。その後、翌日はもうガンガン盛り上がります。那覇でね。イベントはですね、本当にね、楽しんで、ぜひ来てください。お一人様でも大歓迎ですから、ね、もちろん、皆さんグループでも大歓迎ですよ。よろしくお願いします。あと、いろんな本出してたりする、そういうご案内も、ホームページに載ってます。ホームページのリンク、ここに貼っておきますね。はい。そのリンク先行ってもらうと、私、ブログを書いてますから、ほぼ毎日、もうできる限り毎日書いてる。しかも、めちゃくちゃいい話書いてます。ぜひご覧になってください。はい。で、あとはね、お知らせとしては、そのガズが今、これ、このウクレレじゃない、ベトナムで作ってるウクレレ。これを今度ね、リリースしようと思って、その辺のご案内もちょいちょい挟んでいくんでね。いろいろホームページや YouTube などチェックしてください。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。チャオ。